これで俺もうショック行くわみたいな感じでさ、はい、みんなに学校の友達にさ「じゃ俺もうここ行かれんからショック行くね」みたいな感じで言ってて、で合格発表の時、はい、みんなで見に行こうやってなって、あみんなでほんま十何人ぐらいで、はい、入って、はい、で俺何番って持ってるやん、はい、見て、はい、全然ないねんむちゃくちゃショック落ちてるやん。いやいやまあ落ちて、そっからまあ言うたら仕事をするってことですか。そっからまあだから、はい、まあそういうので、はい、悲しいわなんかほんでまあシルキンがその時、はい、鉄道工事、あ、線路工事、そう軌道屋っていうんだけど、はい、はい、線路工事してて、はい、はいのバイトかなんか分からんけどしてて、はい、でもそこで卒業して働くことになってんけど、はい、お兄ちゃん働いてるからシルキンだからもうどうしようってなっててさ、いやもうどこも就職も微妙やしなみたいなんで、でシルキンがもう俺とこ来たらみたいな感じで、はい、あそこ行くっつってお兄ちゃんからフックアップしてもらってで行って、はい、はい、鉄道工事だから初め働いたその前は親の工場で手伝いとかバイトとかそういうのしててんけど、ちゃんとそうやって働くのは、はい、鉄道工事が初。でまあそこで半年ぐらい、鉄道工事してたかな、はい、もうそれこそ尼崎 JR、 あそこら辺やってて、あ J 山、はい、むっちゃ汚かったやろ。今むっちゃ綺麗やろ。僕汚い時知らん。今の JR は尼崎しか知らない。綺麗やろ普通に。あんなもんあんなんちゃうかと思うもっと汚かったもうそこをやってて、はい、でまあやめようと思ったタイミングがあってんけど、はい、それは鉄道工事って、はい、昼と夜がね夜勤、あ夜勤、はい、で俺16やから夜勤できへんねん。ああ年齢のあれ、そう年齢で、はい、はい、で昼しかできへんかったんけど、はい、まあ朝から昼、はい、6時集合の3時ぐらいまでかな、3時解散みたいな、3時4時とかそんな感じだったんやけど、まあそれしか無理やって、はい、でまあそれずっとやっててんけど、はい、ある日その JR 尼崎のとこ行ったら、はい、昨日夜夜勤やってる時に犬が引かれたって言われて、はい、はい、そのなんちゅう貨物列車から、あ貨物夜通ってますもんね、貨物列車に引かれたみたいな、はい、でその犬のなんちゅう、まあ、死体処理というか、はい、破片みたいなのがやっぱ飛ぶねん、はい、こういうな、うん、もう小石みたいな感じでボディとか。ボディ大きいボディとかはもうさすがにないねんけど、ああもうそれはちょっとほんまにこういうさバラバラななんちゅうんかな肉片ってやつがもう飛び散ってて、それをきれいにしてくれって言われて、まあまあ仕事ですからね。そうほんでまあそんなんもすんねやと思って、でまあ行ったらめちゃくちゃ花置いてんねんホームに。犬でこんな花置くんかなって思っててんけど、まあええわと思う。まあけど愛されてる犬やったらそんなんする。もうすっごい量の花やったで、花屋くらい、ほんま花屋くらい。まあまあほんでまあしてこのなんか袋持ってこうやって入れてバーって取っててんけど、で終わってまあ綺麗になって終わったっつって、隣に事務所あんねんな、そこ待機室みたいなとこ、そこ行ったらパッて塩渡されて、で塩ってなって、塩出てやらえって言われて、でも洗ってんけど、ほんだらさっきのな実は人間やねんって言われて、めっちゃエグいやん。そうなんか飛び込みされたらしくて、でその人間の破片やって言われて、それではいやめるって決めた。いやそれが初めての就職ですか。やばないですか。やめるってなって、やばい。そっからいろんな仕事転々とされるんですか。そうっすよね。だってそっからレゲエ出会うまでまだありますもんね。あと4年くらい。いやもう出会ってるよ。もう出会ってる。その時俺出会ってるよ。それは言うていただかないと。ここですよって。だから中学3年ぐらいの時、はい、もう最後の方に、はい、俺スケボーやってて、そのみんなさ。うん、中学3年の時テスト勉強とかでこう普段遊んでたやつとか遊ばへんくなるやん。その流れでスケボーをやりだして、はいジュニア君俺で結構スケボーやってて、でまあうまいやつとかといっぱい出会うねんけど、そのスケボー教えてくれた人がレゲエめっちゃ好きで、ああそうなんですね。そういうでレゲエに出会ったみたいな感じ。もう言うたら元レッドスパイダーのクラ君とかも一緒の中学とかですよね。じゃああいつは全然違う。あ、違うんですね。あいつはまたちょっと離れてる中学。あいつはスケボーでだから出会って。あ、スケボーしてて出会ったんですか。ああ、そういうことなんですね。レッドケニーも。あ、そうなんですか。え、福井君もちゃうんですか。そう、中学校全スケボーでつながって。ああ、そうなんですね。レゲエも。レゲエも。ええ、うわ、すごい。そういうの全然知らんかったんですよ。あ、そう。はい。そうやね。スケボーでつながって。ああ、そうなんだ。だから、まあ、変な話、高校行ってな、またくれたやつとかもおんねんけど、俺だけ、なんかこう、孤立しちゃったというか、逆に学校行かんくて、みんなともうちゃう生活したからさ、で、スケボーに出会ったから、もうスケボーめっちゃおもろいや感じになって、で、もうそこでスケボーハマって、そのスケーターのコートとかと出会って、で、まあ、そういう悪さをせえへんくなって、全く。ああ、そうなんですね。ほんであんま悪いことせえへんくなって、でそのタイミングでまたレゲエに出会って、でその軌道屋行った時にターンテーブル買いたくて、あ、もうその時にはもうターンテーブル欲しい。だから初めのターンテーブルは軌道屋の金で買ったと思う。ローンで。ローンで。でも半年ぐらいでやめたからローンは残ったままやって、それでローン飛ばしてん。だから俺ジャマイカ初めて行った時の話でローン通らへんかったって、テラシーさんと喋ってるやつですね。あれジャマイカでローン通れへんかったっていうのはそれで飛ばしてつながってきた。それでローン飛ばしててローンできへんかった。ああ、え、じゃあその頃くらいですか、軌道屋さんやられてる時にプロになろう、レゲエのね、レゲエのその後ご飯食べようと思ったのはそのもうちょっと後かな。その時はもうずっとこうレコードだけ集めてて、ああ、もうあれ人前でやりたいなんか思ってなかったもん俺。レコード、レコード買ってもう聞くだけでよかった。こう自分でこうターンテーブルでやってけど、それでこそ言うたら音楽の、まあ言うたら人前でやらへんコレクターというか、そうそうそう、そうですよね。もう別になんかこれで食うていくぞってその時は全然思ってなくて、普通にレゲエと出会って、レゲエおもろいっていうのでレコード買ってDJ もどきのことしてで、もうレコードがだからもう月3万とか買ってたから、いやそうですよね、34万買ってたからさ、やっぱ溜まってくるやん。でその一緒のタイミングで同い年の高校行かんかったやつもターンテーブル買って一緒にレコード集めてた時期が、はいはいはい、だからお互い貸し合いしたりしてさ、そのタイミングで地元のやつがイベントとかしたらみたいなことを言い出して、はい、お、ええなみたいな、もうレコード溜まってるし、こんなにレコードあるし、これ一日いけんじゃんみたいな感じで、堺東の筋肉ホールっていうとこで、はいはいはい、よく昔はロックバンドとかもやって、ロックとかやってたとこ、そういう筋肉ホールってとこで借りて、もうほんま7万円ぐらいで貸してくれたとか、67万とかで、オールナイトとかですか。オールナイト、あ、オールナイトで借りて、でまあチケット売って友達とかに200人ぐらい来てっていうか、一番初めのイベントでもうオーガナイザーもやられたんですか。一番初めからもうそれやねん。ああ、もう誰かの前座やったとかそういうのじゃなくて、もう自分でやって、はいはい、で言うたり周りのコミュニティのやつらは呼んでた、その周りの友達ばっかり呼んで、でも200人ぐらいでも来て、でその場所で200枚ぐらいチケット売れたからさ、でやってほんだら結構儲かって、十何万とか、まあそうっすよね、だって7万円で借りてなんぼで売ってるから1500円ぐらいでやったと思う。1000円とか1500円とか200枚売れたらもうね、そうで十何万儲かるからさ、うわっ、一晩でええー、みたいな、これ飯食ってけるやん。もうそんな感じやわ。それがレゲエで飯食おう、そうそれがほんまにそう。十何歳ですか。16高1の年やんね。でこれで飯食えるってなって、でそれまではいろんな、だから軌道屋やめてからはほんまいろんなバイトしてて、ほんまにもうタイル屋、タイル屋、タイル屋やろ、バスユニットや、まあ土方、飛び、なんかこうテラスのさ、こういうなんかテラスのやつつける仕事とか、あ、テラスの柵みたいな、柵みたいなつけるのとか、厨房のさ、厨房器具みたいなとか、冷蔵庫とか、冷蔵庫とか、あれやろ、業務用の業務用の、武道阪神のケンタッキーとか行ったでとか、僕は多分そこで多分食べたことありますね。とか、もうリーガロイヤルホテル、26沿いのリーガロイヤルホテルのキッチンとかもあったし、結構行ったで。とか、あと、大工、鉄筋、絵とか、もうほんまいろいろして。すごいですね。結構でも、もう何も続かんくて。親も、ほんまなんだこいつみたいな感じだったの。すぐやめてくるし。ほんまカスや、みたいな。もうけどその時にはまだジャマイカ行ってますよね。まだ行ってないね。まだ行ってない。あ、ジャマイカ行ってからはもちろんそういうのいろんなやったけど、はい、その時はレゲエ、そのイベント1回目のイベントやるまでは、いろんなバイトをしてそこにたどり着いたみたいな感じで、なるほどなるほど。まあ行ったらさ、ちょっと変な話、まあ力仕事ってさ、むっちゃしんどいやん。はいはい。であれで1万とかまあぐらいしかもらえへんわけやん。でそのレゲエでイベントやって、初めてのイベントで、自分の好きなことで、十何万って、びっくりするやん。何の苦労もしてないから。友達呼んだだけでこんな儲かんのみたいな。もうちょっと浅はかやけど。今となれば。めちゃくちゃ浅はかなんやけど、それが、お、これ食うていけるやんって単純に思って、すげえ。で、あ、これで食っていこう。ってなって、本格的にやる。そっから本格的に。いやけどそれ本腰入れて今なお食べてるっていうのがすごいですよね、やっぱり。ほんでそれで本格的に、あ、好きなことが仕事になるんやって思って、もちろんそっから何回か自分でイベントしていくねんけど、初め来てくれてた友達なんかさ、そんなんずっと来てくれるわけね。2回目からも怪しいですからね。23だんだん減っていくね。1回目はね、そうそうそう、1回目はさ、なんか珍しいみたいな感じでさ、来るけど、こうどんどんやっぱこう減ってきて、でそうやんなってそこで気づくね。そらそうやんなってなって、これはもうちょっと一般の人とかいろんな人に来てもらわなあかんやんってなって、で何があかんかっていうと、俺ジャマイカ行ったことないもんってなって。ああ、そうなんすね。そこでジャマイカ行かなあかんって思って、だから17ぐらいにはもう飛んだと思うわ。それがあって、ほんでそのタイミングでお金拾って、それは寺重さんとの対談見ていただければ分かると思います。そのタイミングぐらい、ほんまに。いやけどほんまにすごいっすね。何が？いやー、ボットン便所から幅えぐないですか？振り幅。いや、施設からの振り幅えぐないですか？おもろいやろ。あ、面白いです。いやけどこういうのをやっぱりズーンチャンネルで、回る回らへん。これだけはもう言わしてください。回らんかった、お前、ほんま。いや、もうそれはもう回る回らへん。お前のトイレ、お前、家のトイレ、お前、ボットンにしちゃるから。いや、もうほんまにもうこうやってやらなかった。いや、ほんままだよ。それで。まあレゲエ本格的にやる感じですね。もうけどその幼少期の絶対培われたもんが今も絶対に残ってると思いますよ。だって20代前半の時の目の奥やっぱり怖かったですね。MC してる時の怖ないわ。いやほんまに僕ほんまにね、文句って呼ばれたタイミングとかめっちゃ覚えてるんですよ。僕がジャマイカ行って、やっと文句って呼んでくれたんですよ。覚えてないでしょ、ジュニアさん。全然覚えてないな。もともと僕の相方やったサンカってやつが、カエルスタジオの下の会社で働いてたから、サンカのなんか、あいつ、みたいな初め、やって。サンカのなんかもあいつ。そう、なんかあいつ言われてて。で、そしたら、もう、ほんまにジャマイカで出会うんですよ、ジュニア君と。まあ、それこそ、強制送還になった時ですよ。俺がマーラじゃないけど。いやじゃないですけどね。まあその話も後々聞いていきたいんですけど、よろしいですか？もう全然いいですよ。もうこれはもう全部いきましょう、今まで。いやまあでもそんなんもうなんか俺もうあれやで、川端おもしろハウスの方がおもろいのいっぱいあるで。じゃあ川端おもしろハウスもほんまに深掘りしたいっす。川端おもしろハウスは俺ちょっとほんまにな。ちょっとロケ行きます。いやロケっていうか、俺本行けると思うね。ほんまに。川端おもろいハウス。ほんま川端おもしろハウス。ほんまにおもろいから。あ、それで言うたらレッドスパイダーっていつつけたんですか？レッドスパイダーはまあそのタイミングやな。だから一発目のイベントやるときな。あ、もう一発目のイベントでレッドスパイダーズーやった。ダッサー服装やからね。で、まあ、間違ったからその時は、はい、レッドスパイダーズやって、はい、まあ、俺もそうやし、はい、結構、もう20人ぐらいおったもん。あ、レッドスパイダーズ。うん。レッドスパイダーズ。もうなんか、今、まあ、レッドスパイダーズか。うん、ズやってて。ズやったら売れてないですね。レッドスパイダーズ。やばない。やばいっす。今日はもうこれでいいじゃあ。ありがとうございます。もうこれで回らんくてもやっていきましょう。回らんかったらもうこれ企画やめようや。いや、回らんかったらまあやめざるを得ないですけどね。昼に出すとかどうすか。これ重いわ。5分ずつ。昼重いわ。まあまあまたタイミングがあったらね。はい。ちょっとお願いします。編集してちょっと。じゃあ最後はまとめてもらっていいですか。はい。ちょっとジュニア君が。紐解けたと思いました。はい、今日はどうもありがとうございました。ズンズンチャンネル文句でした。ナムナム。